あ迷いさんは今日の身体測定どうだったんですか？ちょっと油断してた。いにゃー、それが。ん？身長体重は変わってないのに胸だけ増えてたにゃー。胸だっけ。にゃおにゃゆいちゃん、なぜにって姫地まで。ところで姫地はどうじゃったの？朝食を抜いた会はあった？その、お二人の耳に入れるまでのことでもないのです。というか、そのなら教えてくれてもいいってことじゃね？そうなるわね。黙秘権を行使させていただきたく。姫っち、姫増えてたのね。ところで積木さんはどうだったんですか？にゃんにゃん、何やらご機嫌なんじゃけど。まさかお痩せになっていたとか。違うわ。もしや身長がお伸びに？違うわよ。ウエストが細くなってたとか。違うわ。じゃあわからないにゃねえねえ姫っち。なんで一つ抜けているのかしら。ワン、ツー、スリー、フォー。どうした迷い。積木さんの胸。おお。で、ミニワがどうしたって？お胸が。おふくら。ミニギリ。榊、どうかしたか？イオ、お前ミニワを。ん？モネモネしたのか。言葉の意味がわからねえよ。古来よりアカシックレコードには胸は揉むと大きくなると記されているという。誤植だろそれ。っていうかさあ、女の子のことなんだから、純粋に胸に抱く好きな人への思いが触れ合ってるうちに大きくなるというか、そういうのを誰かが曲解したんじゃ。ごめん、今すごく恥ずかしいこと言ってた。かわいい。ちなみにこちらにおわす姫っちもステータスに変化が。迷いさん、それだけは。それに全体的にちょっと育っただけというか、決して太ったとかそういうわけなんです。落ち着け姫。迷い、そういうことを話すのはマナー違反だと思うぞ。そうじゃったね、すまぬ姫っち。人のことを私が言うのは間違いじゃね。じゃあ迷いはどうだったんだ？
私は胸が大きくなってたんじゃよ。おほう、ちょっとは恥じらい持てよ。伊代さんと榊さんはどうだったの？身体測定。俺は身長だけ少し伸びてたぜ。一応俺もと言っても1センチ程度だけどね。それ以上伸びちゃダメ。え？ごまかした。失言だったんじゃね。察しが悪いぜよ。身長に差があるといろいろあるだろ。いろいろ？それはいろいろじゃよ。ねえ、つみきさん。そうね。チューとか。なるほど。チュー。大胆じゃねえ。チューミキさん。混ざってるし。いいよ。何か勝負しようぜ。いいぞ。私も一緒にやるにゃ。じゃあ私も混ぜてもらおうかな。私も入れて。よし、じゃあ。じゃあみんなでバレーボール勝負するか。私もご一緒します。今この瞬間、第1回校内缶蹴り大会の悪夢がよみがえりました。トラウマになってるんじゃね。あれ、京也は？他の奴らと外でサッカー。そうか、じゃあやりますか。じゃあまず罰ゲームだが。やっぱあるのか。やっぱあった方が盛り上がるよね。負けたチームはこの後の昼休みで購買人気商品を手に入れてきてもらう。それはまさか。そう、入手困難と言われる難易度の高いカツサンド&焼きそばパン。なんだって、なんてハードルが高い。ふむ、カツサンド、焼きそばパン、いいね。伊代さんが珍しく燃えている。そんなに人気なんですか、カツサンドと焼きそばパンって。ああ、姫ちゃんはお弁当派だから知らないっか。お昼の購買は過酷だからね。はあ、300人のスパルタ人が食料を求めて集うかのようじゃしに。へい、スパルタ。言ったら悲しいことに、姫ちゃん、お昼の購買を甘く見たせいで、なんですか。さて、チーム分けはどうすっかな。とりあえず俺と榊は別として。私は得点係をします。姫ちゃんも一緒にやろうよ。なんと申しますか、皆さんのアタックを止められる気がしないので。それじゃあ試しに予算の熱烈アタックを。俺と付き合ってくれ。貧血で見学1名入ります。一連の流れに隙がないわ。伊代くん、くもおお、それなら私は榊くんと組むわね。いいよ。じゃあ私は予算チームに入るんじゃよ。なあ、その方がパワーバランス取れてるかもな。よし、準備はいいか。おう、手加減なしだぜ。高いわ。その言葉そのまま返そう。ライオンはウサギを狩るのにも全力でだろ。いや、ミサイル使うって言うしな。容赦ねえ。そんなライオンいませんよ。そしてミサイルを使って初めてライオンは気がつくんだ。まだ続くのその話。お腹が減ったと。ウサギはどうした？
消し飛んだ。ひでえ。もはや弱肉強食ですらないのね。つまり所詮この世は、この世は弱肉殲滅。嫌な世界だな。じゃあ行くぜ。そりゃあゆちゃんパーツ行くんだよ。大丈夫。そっちにボール行ったぞ。よっほほほほほ、大変アレキシー。ボールはこっちじゃないって。迷い、そのつい流れでごめん。まゆちゃん、大丈夫？あ、生きてた。たんこぶ痛いから、イオさん、さすって。あ、本当、ごめん。やらせた自分が照れるんかい。今度こそミニオさん、アタック。イオニナ、イオニ、イオニ、アタック。外した。いや、決まったって。受け止めて欲しいの。うりゃ、甘い。逆に決めて、ヒューズに持ち込むよ。この一撃に、カメラ必殺。さて、罰ゲームとして購買で人気の愛を買ってきてもらおう。購買で買えるんですか。人気アンケートで堂々の1位よ。知らなかったです。まあ負けちゃったんで買いに行くかな。みんな愛に飢えているんじゃね。お昼だからな。じゃあ行ってくるわ。気をつけてくださいね。スパルタ人が愛を求めて集うらしいので。壮大すぎる。集うのは購買だけどな。こういうの、なんか小学校の遠足とか思い出すよな。まあ弁当なんて持って外に出かけるなんて普段はないからな。皆さんとこうしてお出かけするのは楽しいです。そうじゃね。ああ、そうだな、うん、こうしてみんなとの楽しい思い出があれば明日からもなんとか生きていける。昨日までのお前に何が起こった？風が気持ちいいわね。おう、芝生を見るとさ、なんか寝っ転がりたくなるぜ。独特のふかふか感よね。草の絨毯ってところか。そうね。
はにゃでも芝生ってたまにチクチクするところがありますよね。それはそれで醍醐味じゃよ。チクチク、針の絨毯ってところか。そりゃ剣山だ。そんなところに寝たらザクザクです。やっぱこういうところでの王道はキャッチボールだな。あ、ミット忘れてるんじゃよ。マジ素手で呼吸は無理だろう。痛いわよ。心のキャッチボールにミットはいらないんじゃよ。素心でキャッチボールってことか。素心ってやるぞ。いよ、知らんぞ。よし、遠慮はいらねえ。バッチコーイ。心が痛い。痛いのは手よ。やっぱ無理だって。他には何持ってきたっけ。いろいろあるんじゃよ。バドミントンとかフリスビーとか。フリスビーは懐かしいかも。昔よくチャブ台をフリスビーみたく飛ばしてたもんな。なんだその独創的なチャブ台返し。こんな美味しいものごちそうさまでした。美味しいのに投げるの。亭主関白だったんだ俺。いや亭主腕白だろ。腕白。よし、落とした方が負けだ。いよ。やった。そりゃ、いや、どこに。姫ちも慣れればあんな風に。無理です、絶対に無理無理です。フリスビーの絵じゃないわね。ところで、つみきさんやる。お、やる。へいへい、つみきさん、カモン、カモン。行くわよ。せめて避けるか防ぐかしろよ。だって瞬きした瞬間に直前の円盤完全に斬首。どうやって避けろと。あ、首を。首を引っ込める、うん、怖いです。それじゃ妖怪じゃて。次は私ですか。はい、お行くんじゃよ姫っち。全力全開じゃ。すまん。イオくん、紅茶よかったらどうぞ。ありがとう。そういえば榊さんは大丈夫でしょうか。大丈夫だよ。そうですか。イオくん、姫っち、ちょっと。はい。ではイオくん、そろそろお昼に。そういや、イオは動物に好かれやすかったな。好かれやすいで片付けていいレベルじゃないと思うんじゃが。でもちょっぴり羨ましいですよね。猫画家。違います。私も猫さんたちに囲まれたいなと。ですよね、つみきさん。そうね。つみきさん、さっき A って言わなかった。そう。本当はイオさんとニャンニャンしたかったり。そんなことない。そんなこと、そんにゃ。したいんじゃね。だな。Meow.
私も触って大丈夫でしょうか。人懐っこいし大丈夫だと思うよ。ほら、かわいいです。なごみますにゃ。おい、あまりやると嫌がるぞ。大丈夫じゃよ。うにゃにゃにゃパカ。うえうにゃうにゃにゃパカ。ふと思ったんじゃけど、猫ってフリスビードッグみたいなことってできるんじゃろうか。さすがにそれは無理だろう。まさかできるのか、にゃんこたちよ。動くものに反応するだけじゃないのか。うむ。くわえました。なんと。まさかくわえたまま元気に走り戻ってこれてない。それは無理よね。でも頑張ってる。頑張ったな。とっても可愛かったです。フリスビー貸してくれ。ん？俺もやってみるぜ。おう、行くぜ。取ってこーい。ん？心のキャッチャーにゃん虫ですにゃ。心が痛え。ございます、姫ちゃん。おいで姫ちゃん。わーい、イヨ先生。おはようちゃん。